ただいまから優勝戦第12レースのスタート展示を行います。1番深井俊久、2番常住蓮、3番松村聡、4番平田忠則、5番山本周一、6番武田和也。チルトは4番が 0.5、 他は0。チルトは4番が 0.5、 その他は0。調整重量は1番深井選手 1.5 キロです。部品の交換はありません。12レーススタート展示のコースはインコースから2番、1番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。レースカラツカラッキーカップのいよいよ優勝戦を迎えています。なんといっても注目はまずピット離れでしたが、今1号艇の深井とどうやらなるでしょうか。動きを見せる4号艇の平田。優勝戦対戦メンバーは1号艇滋賀の深井俊久、2号艇佐賀の常住蓮、3号艇福岡の松村聡、4号艇福岡の平田忠則、5号艇岡山の山本周一、6号艇香川の武田和也です。インしております1号艇の深井俊久、予選トップからこの優勝戦1号艇がっちりとインをキープして約2年ぶりの優勝へ、今インに向けました。そして2コースからです。2号艇の常住、当時フレッシュルーキー、自身初優勝を狙います。3コース4コースには強豪福岡コンビ、3号艇の松村聡が3コース、勝負どころのスタートも注目。そして4コース4号艇の平田忠則はスローの4コースとなりました。 G1 を制している唐津水面、去年12月のからの連覇を狙います。2艇がダッシュ、角5コース5号艇の山本周一、白星なくとも安定感見せてきました。6コースには6号艇武田和也、これで3場所連続の優出です。ホーム向かい風やや強めに吹いています。4対2の枠なりで優勝戦第12レースインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。4コースから4号艇の平田がトップスタートの踏み込みを見せました。さあ4コースから仕掛けていく4号艇の平田、これに飛びつく1号艇の深井は残せない。内側から2号艇の常住の差し、さあ初優勝なるか。2号艇の常住、仕掛けた4号艇の平田との優勝争いとなった。スタートは絶対正常でした。さあ展開捉えてきました2号艇の常住ですが、1周の2枠は2号艇の常住に対し全速強襲は4号艇の平田、しかし前へ出たのは2号艇の常住です。2番手に4号艇の平田、3番手6号艇の武田、上位体系目下のところ2番、4番、6番です。先頭2号艇の常住が2周の1マークをトップで回ります。続いては4号艇の平田、3番手6号艇武田がバックスレッジ、上位体系は2番、4番、
6番です。2番手3番手はまだ僅差となっていますが、先頭は2号艇の常積蓮がどうやらセーフティーリードとなったか。2周の2マーク先頭で折り返す2号艇の常積、2番手で4号艇の平田、3番手6号艇の武田が折り返してきました。上位体系は2番4番6番でこれより最終周回、その後方に5号艇山本周一、3号艇松村聡、1号艇深井俊久。さあ先頭ひた走るのは地元2号艇の常積、最終周回1マークも今トップで駆け上がった。2番手4号艇レースを作りました平田、3番手6号艇の武田、上位体系は2番4番6番、この2、4、6の組み合わせ、3連単のオッズは 138.1 倍です。さあ先頭は1号艇の常積蓮です。通算12回目の優出にしてついに地元で初優勝を飾ります。唐津のフレッシュルーキー2号艇の常積蓮が初優勝のゴールへ向かっています。先頭2番常積初優勝のゴール、4番平田ゴール、6番武田、5番山本ゴール、3番松村、1番深井がゴールインしました。常積蓮選手、見事カラッキーカップを制しまして自身初優勝を飾りました。スタート展示ではピット離れよくインを取っていましたが、本番は枠番通り2コースからとなりました。一周一マークでは展開も捉えて後続艇を振り切って見事頂点に輝きました。